おはようございます。おはようございます。私の名前はアサイ・アブルファズです。今日のスピーチのテーマは私の日本に住むの理由です。なぜアサイ日本住んでいますか。私は英語をしますので、いつでも生徒たちも、アサイ先生、なぜあなたは日本住んでいますか。いつでもこの話をやります。なので今日は、少し勉強しました。でもこれ使ってもっと大変になりますので、頭からずっと話します。興味ないです。はい、ありがとうございました。本当に今日は初めて日本語話しますので、本当に、I'm very much nervous、nervous です。Very nervous。ありがとうございます。アサイは、I have three children。3人の子供ですね。一番上の息子は33歳です。日本でエンジニアになりました。今、日本の JAXA、エンジニア、JAXA のエンジニアです。2番目の息子は大学を卒業しました。今29歳です。娘も21歳で今大学生です。はい、私は、ありがとうございます。1985にテヘラン、イランの国際関係の大学を卒業しました。でその後はイランの外務省外交官として仕事を始めました。外交官ですね。それで外交官の仕事は国の外です。例えばアメリカ、ヨーロッパ、どこどこ行って仕事してくださいですね。なので私は1989アメリカ、あとでアメリカ、ヨーロッパ、イタリアとスイスとフランス、あとでその後はアジア、いろいろな国で外交官として働きました。あとで1980から2001までヨーロッパ、アメリカ仕事しました。2001年は朝い今から日本に行ってください。なので2001年から2004年まで日本東京外交官として仕事しました。私は2001年日本に来た時は、例えば羽田空港入るときは日本人、いらっしゃいませ、お本当に礼儀正しい、びっくりです、びっくりしました。日本は本当に日本人礼儀正しい、親切、助ける人、安全、そんなことを見て他の国に比べてアメリカ、ヨーロッパ、例えば私もイタリア、イタリア行ってローム行った時も、初めの日入った時は誰が私のカバンをもっとすっごい残りました。でも日本は本当に私は何回電車で自分のバッグを忘れて、すいませんバッグ忘れた、 OK ですか、どんな色でしたか、黄色い、 OK、 黒いですか、はい、ありがとうございます、もらいました。本当に日本は世界で一番安全な国と思ったんです。びっくりしました。日本人他の人助けます、他の人、自分の欲しいものをやめて他の人のために頑張ります。なので Oh my God, I love Japan、 私日本大好きです。私の子供が日本住んでいます。本当に嬉しいです。私はいろいろな外国人と見て、日本どうですか？私、日本来ました。もっと良い人、本当に
私はスイス人にて、スイス人、ヨーロッパ人、日本ですか、いい国。私は日本に来た時は本当にいっぱい覚えました。もっと良い人がありました。何か覚えましたか？電車の中でいろんな場所、人と公共、公共場所、公共場所とは電話はないです、しません。大きい声で話しません。電車の中で座った時はこんなに しません。礼儀正しい、いい人になりました。私はもう、私も日本に住んでいたいです。 OK。 私は2004年来ました、テヘランから。 OK、 アサイ、終わりました。どうしよう、日本からカナダ行ってください。え、カナダ、もう私は日本ずっと住みたいです。ノー、できない。外務省のルールは一番長いは4年です。4年終わったら必ず他の人と仕事してください。オーマイガー、行きたくない、私は日本もっと住みたい。子供が今、日本語勉強しました、大学来ました、行きました。ノー、できない。できないですか？ OK、 やめました。外交官のやめました。で、私の妻は OK、 今どうしますか？ No problem、 英語の教師になります。そう、2004年外務省を辞めて、2004年、2005年、川口市 ALT アシスタントティーチャーですね、英語の教師になって新しい生活を始めました。本当に嬉しい。で、子供が大学を来ました。一番上の息子は青山大学を卒業しました。今はエンジニアです。2番目の息子は今、東京映画の作るの大学を卒業しました。もうこの仕事をしたいです。娘も今大学生ですね。とってもピースフル、平和な生活がありますので嬉しいです。私の最後の話ですね。私たちは日本住んでいますから、私たちはどうしたらいいですか？日本人から覚えてください。レビューの話を覚えてください。電車話、大きい声で話しないでください。いろいろいっぱい言う人は大きい声で話しないでください。日本のルールを守ってください。が、私の、私はこれは欲しいです。自分とみんなの外国の人はこれをやめたい、したい。日本のルールを守ってください。私は頑張って守ります。それで日本人のように、礼儀正しいになってください。これは私の子供、いつも子供に言います。自分も頑張ります。最後に、私たちは日本人と一緒に平和な国を作るためにご協力をしましょう。ありがとうございました。Thank you very much.